寒いし、しかもみんな歩くの早すぎる。赤い状態で食べちゃうっていう。いいですね。顔が一致しません。腰痛めたんですよ。ようこそ北海道へ。皆さん見えるか分かんないけど、今札幌に雪が降ってます。結構寒い感じ。今日あの案内してくださる視聴者の方とこれから美味しい北海道グルメ食べに行きたいと思います。ススキのよく来るんですか？時々います。寒いですね。今日寒すぎて手袋買っちゃったのに、スマホタッチ OK って書いてるけどタッチできないです。それはどういう、じゃあアンドロイド私もできるのかな。その静電気が違うんじゃない？寒いのも寒いけど雪降ってるから、こういう時に役に立つのがなんだ。顔認識絶対開かない。おお、来ますね。でしょ、ほら顔が一致しません。開けれない。おお、寒い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 し、しかもみんな歩くの早すぎる。あの北海道の人って、はい、雪降ったら傘差すんですか？差しません。はい、雪が降る量が多すぎて、あんまり役に立たない。重くなっちゃって。あ、重くなっちゃうんですね、うん、これまた積もりそうだね、うん、道がないです。道がなかったら道を作りましょう。おー、杖を用意しておし。ラムニツ店って書いてるところで有名です。私あそこ食べたことあるかも。いや、わかんないですよ。わかんないけど、なんか連れて行ってもらって、ちょっと狭いところだったけど美味しいお店だった。次の日ラムシャブ専門、あ、シャブですね。行ったことないね、これ。人多いですか？はぁ、髪が死んでる。やってない。お、よかったよかった。こんにちは。こんにちは。わ、素敵。出汁を選びます。え、担々麺出汁ってあるんですね。それにしますか、じゃあ。それにしましょう。はい。はい。辛いですか？あ、いいね。はい。あ、プレモルは大丈夫ですか？あ、じゃあプレモル。これプレモル。お、大丈夫ですか？お酒。はい。今日ありがとうございます。本当に忙しいところ。いや、私なんか何も分からず YouTube またも開いて、それたまたま読んだんですよ。札幌って書いてあって、それに私見に入って、勉強しちゃった。ああ、本当ありがとうございます。それでいいです、それで。本当にそれで何も分かってなくて、もっとコアなファンの方とかはきっと集まるのかなと思って。コアな方は誕生日とかそういうオフ会に来るから大丈夫です。やって、初めてオフ会に入った。おー、マシケタ。わー、工藤羊肉店。え、合ってます？合ってます。ラム肉店です。あ、これラムって言うんですか？かわいい。これ写真撮りたい。片方出汁はしっかりしてますので、そのままお召し上がりください。はい、お友達ですね。お母さんからつけてお召し上がりくださいませ、ね、お野菜でございます。野菜沸騰して何を入れしていいのですが、沸騰いたしましたら必ず料理でお願いします。出が違いげた。レタスもこちらお肉でございます。縦のお肉ですね。新鮮で極薄のお肉使用しております。ひろすに3回程度、少し余りが残った状態でとろける食感楽しんでいただけます。おお、こういうところいい。そうです。あ、北海道民も不思議ですかこれ。いつもの光景じゃない。あ、北海道でも私親近感湧くのがあるよ。ガスコンロが一緒。ちも多分これ。乾杯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 。행복합시다여러분。행복합시다。감사합니다。ああ。酔っ払ったら、噛んじゃって、今まで人生で6回ぐらい割ったことあるんですよ。でも、うちのもう一人のスタッフも。うちの社長さんも人を噛む人はいるけど、全部噛むんですよ。何でも噛み癖があるんですね。そうそうそう、あの多分食いしばりの癖が、うん、これなんでこんな美味しいの。結構フルーティーじゃね、なんかエールビールみたいだね。あれエールですよ。あ、エールなのね。あ、そっか。北海道はすごい愛情があるんですよ。私そうです。5年前初めてオフ会したところ、楽しかった。本当にあの時はマネージャーもクソもなんもないから、一人で来て、一人の方が車で運転して、うん、空港まで来てくれて、ホテル送ってくれて、ホテルのやり取りも全部やってくれて、で次の日の担当の方は美容室連れてってくれたり、
スープカレー案内したり、本当に。地震がちょうどあの時にあって、はい、うん、本当に大変でした。ブラックアウトしたし、電気が3日間止まったし、札幌もそうだったんですか。そうです。夜が本当に怖かったです、うん、カーテンを全部開けて星の光で寝る、はい、月と星の光で寝るって感じです。あ、火ついてないんですか。あ、すいません、ガスがない、うん何か永遠にあったまらないのかなと思って、うん、できた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 、はい、このコンフォートゾーンの心拍数を見つけて、うん、それを続ける。おいしそう。自分の苦手だなと思ってた時期とか、そのできるようになるまでどのぐらいの、お、もう食べていい。いや、え、湧いてますこれ。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、そうなんですか。はい、もう今日今が一番おいしい、うん、赤い時おいしいって言ってた。早く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 、誕生日おめでとう。ケーキはない。で、これ入れればいいですか。大丈夫だよ、大丈夫。あ、じゃあ言えばよかったのに。いや、いいんです、挑戦、何でも挑戦、何事も挑戦。本当ですか。じゃあ今度釣り行きましょう。釣り釣り、うん、釣りフィッシングの釣り、はいはい、じゃあいやいや、何でも挑戦って言うから、はい、うん、東京来たらもう釣りですよ。ジンといえば釣りじゃないですか。じゃあ皆さん、これすごいですよ。あ、ポン酢だね、ポン酢、うん、ポン酢入れて。こんな細い万能ネギ初めて見た。で、これもうちょっとポン酢あってもいいのかな。で、なぜかこれがある。これはちょっとこっちに別で、後で入れます、後で、うん、で、肉はもう皆さん自分で取ってパパって食べれば。どうぞどうぞ食べてください。しゃぶしゃぶしゃぶ。じゃあ辛いのをじゃあ食べますね。これはそのままでもいいって言ってたよね、はい、優しい。ラムのしゃぶ初めてですよ、人生初めて。本当ですか。うん、おいしいじゃん、おいしい。焼くとはどう違う。羊って結構硬くないですか、うん、噛み応えが、食感が楽しいっていう。で、これはなんか普通に柔らかいのに、うん、匂いは羊です。だから冗談抜きで牛より好きかも。油もあるんですけど、うん、牛の油の味ってあるんじゃないですか、すぐ飽きる味が、うん、そういう飽きる味じゃないから、うん、らしきったな。ポン酢、ポン酢結構強めだけど、うん、ちょっとでいいと思う、うん、やっぱり私はポン酢にこれですね、うん、担々麺もいいけどポン酢つけた方が美味しいじゃないですか、うん、これ絶対3枚ずつ食べた方が美味しいでしょ。薄すぎ、うん、これが美味しい。赤身がある時でいいって言ってたよ、うん、あ、赤すぎ。いや、これはやばい、これはやばいよ。ちょっとごめんなさい。いや、今びっくりしたし、これ私もびっくりした。レア大好きなのに私もびっくりした。もう大丈夫、うん、やっぱり3枚ぐらい食べた方が臭い、すごい匂いが、いい意味で。あ、これがいい、うんうん、食べてくださいよ、早く。3枚ずつだって食べ放題ですから。あ、そっか。うちは基本アク取らないタイプです。あの、もう時間ないしこれ見て、これこれ見て。皆さん、アイゼとか使わないんですか。はい、あ、使わない、いらない。私持ってきたけど必要だから。あ、こうやってこうやって、それをやって昨日倒れて腰痛めたんですよ滑る滑る滑る。今歩くのが大変なのが下がこれです。本当に東京ではありえないね。俺、皆さんよくススキので飲んだりするんですか。あ、時々。でも今日プチオフ会楽しいんじゃないですか。あ、遅くなりましたね。しのぶさん、久しぶりで朝北海道に、うん、皆さん結構お店今日何軒目ですか。2軒目。まだ2軒目。
まだって言うんですね。じゃあ3軒目が基本。なるほど。何回、6回ですか？お仕事ですか？仕事が終わりました。7時半。お疲れ様でした。ダンスの先生なんですよ。新たスクールではないけど、しのぶスクール。すぐ近くでやってたんですけど。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。終わるのが7時半だったので、はい、最初から参加ですか？はい。こんにちは。おお、いや素敵じゃないですか。いいね。私サワラ刺し食べたいです。牡蠣食べれます？もちろんもちろん。3種類が全部美味しいじゃないですか、うん、焼きも美味しいっていうのを広島で本当初めて感じた。生より多いですよ。蒸しとか焼きが多い。蒸しがすごい美味しくて、あと焼きナスとサワラ刺し、それ2人前5個。あとなんかポテトサラダとかないですか？ポテトサラダはできなくはないです。あ、本当ですか？じゃあそれになんか明太子、ちょっと北海道が感じられるものなら何でもいいですよ。パスタ食べれるんですか？あんなに食べて、ラム肉9人前食べたのに。わ、乾杯。ようこそ北海道へ。あ、私が言ったらおかしいよね。お年の量が半端ないですね。寒いですよ。あのサイズがすごいね。これ北海道産ですか？広島はそんな大きくはないよ。あ、ちっちゃい。うん、もう半分ぐらい。いや、この筋肉生きてるの見てやばいよね。もう絶対美味しいよね。これ一番美味しいよ、これ多分。牡蠣は結構嫌いな人多いんじゃないですかね。ウニより多いんじゃない？逆に見た目もちょっと黒いし。います。価値を知らない人にあげたくない。一番ちっちゃいやつくらいの見ましたね。人間って人間ってそうですね。これいつも生きてるですね。これ筋肉が生きてるもんって。おー、寒い寒い寒い。